皆さんこんにちは、フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらのダストフロアに挑戦していきたいと思います。はい、ということでこちら2020年3月16日に発売された脱出ゲームなのかな。なんかこのマンションかな、ここから逃げ出すゲームのようですね。残念ながら日本語には対応してないんですが、一応定価520円ですね。で購入してみました。ということで早速、もうこれいきなり始まってんですよね。ニューゲームもう一回押してみるかな。はい、あ、来た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 。あー、何これどういうことえ、シフトを押しながらダッシュで、これドア入れんの？入れない？な？ホラーなのかこれは。そしてちょっと重い。ああ、夢か。ああ、これ自宅か。ちょっと重たいですね。そう。まさかのちょい重か。この新しいパソコンにしてから初めて重いゲーム来たぞ。第一部かな。ああ、何これ？どうなってんの？放電現象が起きてますね。マンションなのかな？とりあえず自宅、自分の部屋みたいですね。あ、テレビ見れんの？ This is not the time. ああ、テレビを見るときじゃない。Not now. スケボーしてる場合じゃないよって言ってますね。あ、一応中とか見る。あ、なんか拾った。アイテム拾っていけるんだ。パソコン。あ、手が出てきた。あー、バッテリーが。なんで繋いでないの？あ、すごい。全部開けられる。あ、救急パック。M キーで使えるのかな？とりあえずこんなもんですね。出てみるか。あー、部屋が。これは開けられない。こっちから落としますね。なんか UFO が飛んでどういうこと？ UFO がいっぱい飛んでますね。何これ、どういう世界か。なかなかカオスなゲームかもしれないな。一応ジャンプもできると。重い本当に。あー、やかん。他は？あー、何わざよ。あ、ここにも回復。いた、いった、いった。なんか食らった。 M で回復するか。あ、なんか飛んでる。夜間が飛んでる。無重力になってる。夜間にぶつかったのかこれ。そこは何にもない。あ、流せる。いいですね。トイレ流せるのはいいな。これライトとか持ってないの？あ、なんかあった。これバッテリーかな？バッテリーっぽいな。なんか一個あったけど。あ、水も流せるな。なんか前もこんなグラフィックのゲームやった気がするな。気のせいかな。あ、とりあえず外出れますね。あ、なんか音が。とりあえず一個ずつ押してってみるか。あ、あ、開かない。ロックされてるみたいだ。あ、なんかいる。何あれ。何、エイリアンがいるの？あ、あー、キーが、あ、びっくりした。どんだけ夜間を追ってくんだこれ。水尾セーラーのこの夜間は。あ、なんかある。あ、回復薬。怖いな、夜間が危ない。危ない危ない、夜間危ない。これは、あ、これはエレベーターか。来なそうだな。ああ、どうなってんのこれ。とりあえず異常な状態ですね。
夜間が襲ってくる、やっぱり追尾してくるぞこの夜間。やば、これ鳴らせるのかな。あ、鳴らせるんだ。開かない。あ、なんか音が聞こえる。あ、開く。は？誰かいる。おじさんがいるんですけど。何？ああ。あ、チャイ飲まないかいって言ってる。ウォッカかチャイ。ちょっとうるさい。ウォッカ飲もうかな。このおじさんキャラなんかいいな。鍵くれるって言ってる。ちょうだい鍵。ハハハ、なんだこの人が持ってた。あー、こっから出なきゃいけないって言ってる。グッドラックって言ってる。いい人だな。めちゃくちゃいい人。これで鍵を、はい。さっきのロボみたいのは何だったんだ。あ？あ？ワイヤー、ワイヤーダメ。なんか音が、あ！びっくりした。何？誰今の？あ、そこ開いてる。やばそう。やばそう、なんか。音がやばい。どういうことな、勝手に動いてんですけど。何の音これ。やばそう。あー何これ。ちょっと、どういうこと。ファイト、ファイト。戦えるものを探さないとって言ってる。食べられてた？家電が、家電が襲ってきてんのか。あー倒した。まだ生きてる。やばい。家電に襲われる。ドライヤーかこれ。ちょっと。ドライヤーがこう、エイリアン化したってこと。あ、死んじゃうな。回復しよう。どうすればいい。当たった？よし。倒した？あ、開いた。何これ。もう家電が襲ってきてんのか。やーば、この人。このバッテリー何に使うの？なんか見落としてんのかな？最初にあったか。あ、待って、これ、こっから行けってこと？いろいろとすごいゲームだぞこれ。操作方法がな、このゲームいろいろ不安定ですからね。あー、なんかできてんな道が。あー、怖っ。開かない。ジャンプしてけって音。やばいでしょこれ。ジャンプ力そんなないぞ。怖っ、怖っ。あ、ここ開く。あー、なんか動いてるぞ。これ壊した方がいいのか。やっぱ家電が暴走してんだな。あの夜間も、夜間は家電じゃないけど。あー、あ、ここになんか、あ、こうバッテリーは何に使うの、ほんと。気味が悪いですね。あー、UFO が来たから。何これ。あ、行った、行った。何これ、なんかデバイスか。あ、バッテリーがいっぱいあるんですけどね。あー、あ、あー、気持ち悪い。ゴキブリ、あー、いっぱいいる。あったんない、これ。あー、潰せる。最悪。気持ち悪い。しかもこれ当たり判定が変なとこにあんな。うえー、気持ち悪い。やばい、ちょっと鳥肌立つなこれ。やば。ただダメージ食らわないから無視しとけばいいかこれ。うわ、気持ち悪い。
なにこれ、ゴミ屋敷だな。無視しよう、見ないようにしよう、気持ち悪すぎ踏んでもあれなんだ。あー、こっちまで来てる。早くここ出よう。あー、ランプを、これをどうにかするってこと？これか。あー、これ持ってけるな。あー、そういうこと？これでかぶせればいいのか。開いたなんで開くのかよくわかんないけど。あー、なんかいる。これは何？消えた。何ここは。やばそう、やばそうや。やばそうだな。撃ってきそうだな。いけ。おー、大丈夫なの？ドアは開かない。ここ暗いな。あ、なんかいっぱいある。怖っ。この下？違うサイドから。ああ、そこ。怖っ。ああ。いけた。あ、いた。ああ、降りてきましたね。バッテリーがな、無駄に増えてくんですよね。ああ、ああ、はははは、早っ。いけ。走れってことか。いった。いった。めちゃくちゃダメージ食らった。あー、結構来ましたね。赤ちゃん泣き声する。また電気ビリビリする。何これ。ベビーカーだ、ベビーカー。とりあえず赤ちゃんが入ってんの？あー、なんかいますね。あ、掃除機。これは倒せないっぽいな。あ、ただ気づいてない、こっち側に。そこ、あー、そこに入んのか。あー、そうだ、おー、一気に戻ってきた。早っ。今のチンコ。あー、何これ。あー、ベリースキャラ一番怖いのやってみようかな。はい。あー、変わった。重すぎ。どんだけ重いのこのゲーム。あ、なんだ、暗っ。何これ。ああ、終わんないんですけど。あ、これ襲われないと次いけない仕組み、もしかして。こっちが行ってみるか。あー、出てきた。あー、夜間だ、夜間攻撃だ。夜間を倒さなきゃダメみたいですね。よし、やった。あー、ドライヤーも出てきた。あ、さっきのおじさんだ。どうしちゃった？洗脳された？もしかして襲ってきそうだな。あ、いなくなった。あ、またまた襲ってくるぞこれ。アイロ。あ、やかんはもういい。あー、なんか出てきた。何これ。まだラストじゃないのこれ。いった。あ、倒した。めちゃくちゃ硬かったな。罠ですね。向こう行けってことか。今何回？もう着いたんじゃないの？お。わあ、びっくりした。消えた。あー、電源を落とせって言ってんな。こっちかな？あー、ブレーカーがあった。これか。
とりあえず落とせばもう敵は動かないのか。あ、落ちたのかな。わかんない。落ちてないですよね、電気ついてるってことは。あー、あ、落ちたの。わけわかんない。I was able to survive, get out here. 外に出れた。で、結局 UFO は何だったの？あ、UFO が来た。連れ去られる？あーあああどうなる？あれがさえな、ノーチャンス。え？コングラチュレーション、You won the game. クリック。嘘。これで終わり？連れ去られちゃったじゃないですか。今のがエンディング？え、ニューゲームはニューゲーム。ああ。はい。ということで、無事脱出したけど、結局 UFO にさらわれちゃいましたね。なんだかんだで、あのおじさんキャラが良かったな。そしてあの集めたバッテリーは何だったのか謎が多いんですけど、とりあえず楽しめたかな。はい、ということで、もしかしたらまだ隠し要素があるかもしれないので、気になる方はプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。